何かを残すことを意識したことってありますか？何かを残すって何かにとか誰かにという対象がないとなかなか意識しづらいことのようにも思えます。そもそも残すということ自体あまり普段の生活だと意識しないですよね。もう私も好きな食べ物を後で食べたいからみたいなところでしか残すなんて考えもしません。個人的にはラーメンが大好物なんですけれども、これは残すなんてこれっぽっちも考えませんが、まあ食べ物でこういう例え話をするのはあまり良くないかもしれません。そんな刹那的な生活をしている私ですけれども、今は何かを残すというボランティアをしています。その何かというのは価値のアイデアです。そもそも価値のあるアイデアって何でしょうか？まあ、誤解を恐れず個人的な視点で言うんだったら、社会や誰かにとって役に立つアイデアというのが一つの答えなんじゃないかなというふうに思います。別に万人に向けてというわけではありません。もしかしたらすごく少数の方にしか響かないかもしれない。でも大切なのは誰かに何かを残す。ここでは価値のあるアイデアを残すことについてお話ししようかなというふうに思っています。そして誰に残したいかですが、これは話の最後にとっておこうと思います。私は TEDxKyoto という団体でボランティアをしています。まあ、ライセンシーオーガナイザーと、まあ、大層な肩書きがありますけれども、何かに秀でているというわけではありません。こちらにいらっしゃる TEDxHamamatsu の皆さんや、日本の TEDx、そして世界の TEDx で活動をされている人たちと同じように、価値のあるアイデアを広げよう、Ideas Worth Spreading というスローガンのもと、2012年から活動を続けています。ちなみに私は TEDx 京都の代表ではありますが、2018年からの代表で2代目になります。まあ、こちらに写っている J というリーダーが2012年にこの団体を立ち上げました。まあ、その頃から私はデザイナーとしてこの活動に参加しています。まあ、そして2018年に J からこの団体を引き継いだというふうな形になります。毎回この TEDx 京都をまあどういうふうに作り上げるかと、さまざまなボランティアたちと、まああでもないこうでもない、どうしたら参加者の方たちに素晴らしい機会を提供できるかといつも議論をしているところです。残念ながら2020年2021年とコロナで開催することはできませんでしたが、まあそんな活動を続けて、まあそろそろ10年が経とうとしています。参加当初から私はこの TED のスローガンである価値のあるアイデアを広げよう、Ideas Worth Spreading とまた別の理由からこの活動に参加して、いまだにその思いは変わっていません。いや、少しずつ変わってきてるかなというところもあるんですけれども、根本的なところは全然変わってないなというところです。進歩がないなと思うところもあるんですが、まああまりにも変わらないので、これが私にとって、まあ、最も大切なことなんじゃないかなと思うようになりました。それは最初にお話しした価値のあるアイデアを残していきたいということです。まあ、残すことという言葉を別の言い方にするんだったら、アーカイブという言葉に言い換えられるかもしれません。TED の言うスプレッティング、まあ、広げることではないんですね。残すこと、アーカイブです。このボランティアをするにあたって、この残したいという思いが、まあ、広げたいということよりももっと先に私が強く意識した言葉でした。まあ、そもそもアーカイブって何でしょうか？まあ、もちろんもともとは英語なんですけれども、まあ、公文書とか、まあ、記録保存、まあ、文書そのもののことを言うかもしれませんし、まあ、保存すると
いうことでもあります。まあ、おそらく皆さんも日常でよく使われている言葉なんじゃないかなと思いますし、まあ、最近だったらデジタル環境でよく使われている言葉なんじゃないかなと思います。まあ、では、アーカイブを残すこと、まあ、何かを残すことの意味って何でしょうか。まあ、パソコンやインターネットが生まれる前は、書籍や映像がその役割を果たしてきました。まあ、さまざまな方の考え方や思い、物語を紙面上に残して、それを蓄積した、まあ、後世に残してきた、まあ、そのような意味合いかなというふうに思います。そして図書館が、まあ、その蓄積を残しつつ、まあ、多くの人々がその蓄積を参照して、まあ、新しいものを作り上げるために、まあ、無双し続けてきたんじゃないかなというふうに思います。まあ、アーカイブは、まあ、過去の地を紡ぎつつ継承し、発展のきっかけをくれるものかもしれません。ドイツの有名な宰相のビスマルクはこんな言葉を残しました。まあ、愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。まあ、結構有名な言葉なので、ご存知の方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、愚者は自分が経験して、で、いろいろなことに気づいて、そこから学んでいく。ですが、賢者は過去の他の方の経験からさまざまなことを学んで、事前に予測して活動することができる。まあ、そんなような意味合いなんじゃないかなと私は思っています。まあ、自分が経験していない他の方の経験からその人の考え方や生き方を学ぶことができる、受け取ることができると言い換えてもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、もちろんそこから何かを学んでどう動くか、何を経験するかしたいかというのがもっと大切なのかもしれません。ちょっと視点を変えて子どもの頃の話をしようかなと思います。まあ、この世界を父や母、祖父母、周りの大人たちから少しずつ学んで自分のものにしてきたあの頃を思い出します。まあ、そしてさまざまな書籍を読み漁った小さな頃、自分はよく思い出します。まあ、おそらく私は自分が全然経験していないことをさまざまな人たち、さまざまな書籍から受け取り、自分の行動の指針にしてきたような気がします。どうでしょう、皆さんも多くの人々、多くの書籍、多くの映像からいろんなことを吸収して学んで動いてきたのではないでしょうか。まあ、そのおかげで、まあ、失敗が少なく行動することができたということもあるかもしれませんが、まあ、私はどちらかというと前者、愚者側ですので、まあ、様々な壁にぶつかり失敗をしてきた方だと思います。さて、もう少し話を前に進めていこうかなというふうに思います。私はなんで価値のあるアイデアをアーカイブしていきたいと思い続けているんでしょうか。そして誰のために。答えはすごくシンプルです。自分の子供のためです。まあ、自分でも分かりやすい性格をしているなというふうには思うんですが、まあ、私にとってはシンプルですごく大切な答えです。まあ、新しい命が生まれた誕生と同時に、まあ、感動と同時に私の中に一つの気づきが生まれました。まあ、それは死です。まあ、ありがちな話ではありますが、この一言が私の中にふっと浮かんできました。まあ、新しい命が生まれたんだったら古いものは死ぬ、まあ、当たり前の話ですよね。だったら私の考え方や経験、そして私の周りで素晴らしい活動をしている人、面白いことをしている人たちを子どもたちに知ってほしい。まあ、この世の中は理不尽なこともめちゃめちゃ多いんだけれども、すごく楽しい世界が広がってるんだよと子どもたちに残していきたい、まあ、そういうふうに思ったんですよね。まあ、これは極めて個人的な思いです。まあ、そんな折、ありがたいことに
まあ、この思いを実社会で活動できるプラットフォームが京都で生まれたんですよね。まあ、ご縁って本当に不思議なもんだなと思います。子供が生まれるまではこんなことこれっぽっちも持ってなかったなというふうには思うんですけれども、まあ偶然にも TED の創始者であるリチャード・ソウル・ワーマンの書籍を高校の時に手に取ったというのも何かのご縁だったのかもしれません。アーカイブは何かを考えるためのきっかけでもあり、余白を作り出してくれるものなんじゃないかなというふうに思います。まあ、そしてそのきっかけが新しい好奇心を私たちの中に作り出してくれるんじゃないかな、そういうふうに私は思っています。皆さんはいかがでしょうか。次の世代が、また次の世代がこのアーカイブたちをどのように使うのか、私たちは知る由もありません。新しくて素晴らしい発見やイノベーションが生まれるかもしれない。逆にもしかしたらこちらが想定していない間違った使い方をするかもしれません。ちょっと無責任な言い方になるかもしれませんが、私はそれでいいかなというふうに思っています。私たちはこういうアイデアを探すツールをいろんなところから受け取ってきているのではないでしょうか。まあ、もちろんそのツールたちをどのように探すだけではね、知ってるだけではね、どう使うかだろうというふうに思うかもしれません。ですがきっかけがなければ何も始まりません。もし何も知らなければ行動しようという考えさえも浮かばないかもしれません。私たちは未来に少しずつ何かを残しています。まあ、未来に希望を持って何かを残すことしかできない、単純にそれしかできないんじゃないかなというふうに思いますが、もしかしたらそれはもしかしたら誰かの道しるべになるかもしれません。まあ、ここまでいろいろなお話をさせていただきましたが、実は最近は少しずつ考え方が変わってきていまして、まあ、今この最後でここで言うんかいっていう話なんですけれども、まあ、この活動を通して自分の子供から孫へとか、まあ、まだ孫はいないんですけれども、家族へとか周りの人々へと対象が少しずつ広がりつつあります。まあ、どうして広がってきてるんだろうなと自問自答することもあるんですが、まあ、その答えの一つはもうこの活動を通して、まあ、素晴らしい考え方、アイデア、そして人々にお会いすることが本当に増えたんですよね。なのでその素晴らしいものたちを多くの人たちと共有していきたい、知ってほしいというふうに思ったからなんじゃないかなというふうに思います。多分私は皆さんと一緒に歩きながら、そして話しながらアーカイブを作り続けていきたい。古くて新しくて私がまだ知らない素晴らしいアイデアに触れ合いながら、それを皆さんと一緒に作り続けていきたい、残し続けていきたいんじゃないかなというふうに考えています。今日この場にいる皆さんが残すことの楽しさを感じていただければとても嬉しいなというふうに思いますし、これからも皆さんと一緒に素晴らしいアイデアを残し続けていければなというふうに思っています。ありがとうございました。